ツイステッドワンダーランド。きつい練習が終わっても僕たち1年生は後片付けをしなくちゃ帰れない。ああ、先輩たちが羨ましい。君の部屋って不思議。何度でも来たくなるんだ。この謎を解明するためにも、よかったらまた呼んでね。もしかしてこの部屋、イグニハイドを参考にしてくれたの？緊張せず、いつも通り行きましょう。俺に締められた。俺と勝負？いいぜ。受けて立つ。オッケー。いいと思うぞ。力になりますよ。かわいそうにね。わからない人だ。安静したか？はっ。それで行くか。それで行くか。力になりますよ。無理はすんなよ。無理はすんなよ。やめるなら今のうちです。こっからさあ、宴だ。踊れ。さらにもう一発。異論はない。後悔がないならいい。お安く無理をしてもいいことはない。身の程を知れ。静かに。これでどうだ。楽しもうよ。オッケー。なるほど。お安くしておきます。お安くしておきます。どうぞ。今だ。わかりました。どうかな。じっとしろよ。何やってんの？いかが？いかが？いら。楽しもうよ。なんで勝てると思ったわけ？次の結果に期待していますよ。準備はよろしいですか？
ハートの女王のように何でもスマートにこなせるようになりたいものだね。僕にこんな力が。勉強だけではわからないこともあるんだね。入部したての頃は舐められてたけど、試合で顔面ブロックしてから周りの評価が変わったかな。ラギーさんのパスは味方もびっくりするタイミングで飛んでくる。練習中何度もディスクにぶつかったよ。宿題？もしかして私もやらなきゃいけないんですか？学生の本分に努めよう。なるほど、素晴らしい授業でした。